シャオミのハイスペックカメラスマートフォン Mi 11 Ultra を触ってきました。皆さんこんにちは。香港在住の携帯電話研究家山根康弘です。シャオミ Mi 11 Ultra 6.8 インチの大画面にスナップドラゴン888を搭載したこのカメラフォンですね。背面に今サブディスプレイ見えましたかね。 1.1 インチのディスプレイがカメラの横についてるんです。5000万画素の広角に4800万画素の超広角、そして4800万画素のペリスコープ、光学5倍のデジタル120倍、カメラもウルトラパワーというかですね、すごいですよね。本体は 234g なんですけども、まあ思ったほど重いとは思いませんでしたね。上にハーマンカードンの名前も入ってます。音楽にも強いんですね。設定画面をまあちらほら触ってみましょう。 MIUI 12ですね。ちなみにこれ今回中国版ですね。メモリの方は 12GB のモデルになっています。まあ設定どころというとディスプレイ周りですかね。まあこれはオールウェイズオンディスプレイですね。リフレッシュレートが 120Hz に切り替え可能です。まあこのあたりはハイエンドフォンらしい性能ではないでしょうか。カメラは超広角が 0.5 倍、広角の5倍ですね。そして長押しすると、まあ、デジタルで最大120倍までいくんですね。まあこのあたりはペリスコープならではでしょう。まあ色止めにありますけども、5000万画素固定はこのその他のところからですかね。まあこれ最近のスマートフォンによくある UI ですね。上の方からカメラの設定が出てきます。動画の方も同様に超広角は 0.5 倍ですね。デジタルの方は15倍までになっています。動画撮影は 8K にも対応しています。カメラを使っていて面白いのがこのリアディスプレイのプレビューですね。これをオンにします。するとですね、先ほど見せた 1.1 インチのディスプレイにプレビューが見えるんですね。まあ、これ見ながら撮影、自分の顔を撮ったり、まあ、人を撮る時もね、どんな感じで写ってるか分かっていいんじゃないでしょうか。なかなかこれ楽しいと思います。このリアディスプレイなんですけども、設定画面の方で細かいカスタマイズができるようになっています。今最初時計が出ていましたけども、通知などもね出すことができるようです。またプリセットされているイラストというか絵がいくつかあります。自分で撮った写真もどうも出せるみたいなんですよね。まあ、試しにどれか絵を選んでみましょう。そしてちょっとアプライしてみます。しばらくすると選んだ絵が出てきましたね。まあこれ他にもいろんな使い方ができると楽しいんじゃないでしょうか。ちょっと気になる機能ですね。5000mAh のバッテリーは 67W の急速充電、無線有線対応しています。まあここまでカメラスペックが高いと見た目だけでもねどやれるんじゃないでしょうか。あとはまあ日本にねぜひ出してほしいと思いますね。レッドミーシリーズ出していますけども、夏ぐらいにはハイエンドぜひ出してほしいと思います。では失礼します。